経済的不平等、経済的不平等、経済的不平等、エコノミックイニクアラティ、または貧富の差とは、抗議においては、経済活動の過程において発生する、止めるものと、そうでないものの差のことである。協議においては、経済競争自体の不公平や経済ルールの不公正、もしくは、不平等を促進する、国際政治システムを指す。 抗議において基本的に問題とされるのは同一国家、地域内での差である。日本では格差、問題と呼ばれることも多い。競技においての先進国の貧困層が開発途上国の中流層より恵まれた暮らしを知っている問題は別問題と考える者も,もいる。2009年の時点では最も豊かな国と貧しい国では一人当たりの 所得の差は100倍以上となっている。2014年9月4日、FRB は家計調査からアメリカ経済は回復傾向を強めている一方で貧富の差が拡大しているとしている。FRB は2010年以降失業率は低下し景気は回復している一方で所得、資産に大幅な格差が生じていると指摘した。 2014年10月17日、FRB 議長であるジャネット・イエレンは講演で、アメリカでの所得、富の格差拡大について有料しているとの見解を示し、過去数十年にわたって、富裕層の所得、富がしく増大する一方で、大半の所得層では、生活水準が低迷している状態と言える。 アメリカ国民が伝統的に重きを置いてきた機会の均等に照らしてどうなのかと問うことが適切であると述べた。経済学者のロバート・エイチ・フランクは第二次世界大戦後の30年間は所得の伸びは所得の良し悪しに限らず年間3%程度であったがそれ以降は所得の伸びの恩恵を享受してきたのは大半が高所得者層であると指摘している。ロバート・エイチ・フランクは 購買力から見ると、賃金の中央値は1975年から変わっていないが、現在2013年は上位1%の高所得者が当時の役倍を稼いでいると指摘している。OECD 諸国における収入差は過去半世紀の中で最大であり、OECD 全体において人口のトップ10%グループの平均収入は 人口の回10%グループの平均収入の9倍となり25年前の7倍からさらに上昇した。エコノミストのブランコ・ミラノビッチの研究によれば1988から2008年にかけて世界人口の上位1%の所得が60%も増加する一方で最下層5%の所得には全く変化が見られないとている。 経済協力開発機構 OECD の2011年度の研究によれば所得格差は1970年代後半から1980年代前半にかけてアメリカイギリスイスラエルで広がり始めこの傾向は1980年代後半にさらに拡大したとされる所得格差はこの10年2013年時点でドイツスウェーデンデンマークでも拡大しフランス 日本、スペインという少数の例外を除き、多くの先進国で最上層10%の稼ぎ手が上昇したが、最下層の10%は停滞している。2013年に、ピュー研究所が世界39カ国を対象に実施した世論調査によると、先進国、途上国に限らず7割以上の人々の格差は5年間で拡大し、2013年現在の仕組みは富裕層を、 優遇していると得ている。2014年現在、日本の高所得層の上位1%が占める国民所得シェアは約9%であり、1980年代の7%から2ポイント拡大している。フランス、ドイツ、スウェーデンは日本とほぼ同じペースでシェアが拡大したが、アメリカでは10の15ポイント上昇している。 高所得層の上位0.1%が占める国民所得のシェアは2014年現在の日本では2.5%ほどであり1980年代初めの1.5%から拡大している。2014年1月20日国際非政府組織 NGOOXFAM は世界で貧富の差が拡大し財布郵送85人の資産総額が 仮想の35億人分、世界人口の半分に相当するほど悪化したとの報告を発表している。また、同報告書はデータを得た26カ国のうちの24カ国で全国民の収入に占める上位1%の財布輸送の割合が約30年前に比べて増加したと指摘している。同報告書はアメリカでは仮想の90%は経済的に苦しくなったが、 上位1%の財布裕送は2009から2012年の成長による利益の95%をかき集めたとしている。2014年10月17日、クレディスイスが富豪による富の独占状況についての研究報告を発表し、2014年現在、富豪による富の独占が最も進行している国家はロシアであるとしている。 所得上位10%人口の資産が総資産に占める割合は1位、ロシア84.8%、2位、トルコ77.7%、3位、香港77.5%、4位、インドネシア77.2%、5位、フィリピン76%、6位、タイ75%、7位、アメリカ74.6%、8位、 インド74%となったとしている。また、富の分配が最も進んでいる国家は、ベルギーであるとしている。所得上位10%人口の資産が総資産に占める割合は、ベルギー47.2%、日本48.5%となったとしており、富の独占率が50%を下回ったのは、調査国中、ベルギーと日本の2カ国のみであったとしている。 中国については所得上位10%人口の資産が総資産に占める割合は2000年には48.6%であったが2014年には64%にまで上昇しており中国は過去14年間で最も富の独占が進んだ国家となったとしている2015年1月19日国際支援団体オックスファムは 世界の人口の1%の富裕層が持つ資産の総額が2016年までに残りの99%の人口の資産の総額と同程度になるという推計を発表した。また、オックスファムは世界の富裕層上位80人の資産総額は貧困層35億人の資産総額に匹敵するとしている。中国人民銀行西南在京大学が 共同設立した中国家計金融調査研究センターが発表した中国家計金融調査報告によると都市と農村の資産格差は平均値で10.2倍、中央値で1.7倍となっており都市家計資産の平均値と中央値の格差は31.4倍となっているにもなっている上位10%の収入、資産が全体に占める割合を見ると 家計収入は57.0%、金融資産は61.0%、非金融資産は88.7%、総資産は84.6%となっている。2014年2月23日、中国の四川省成都の西南在業大の研究機関は、中国の裕福な世帯の上位10%が、全国の総資産の63.9%を、 保有しているとの報告書を発表している。報告書によると、上位1%の富豪世帯の平均年収は115万2千円、約1900万円に上る2012年の中国の労働者、職員の年間平均賃金は約4万8千円。原始時代に農業、農耕が始まると収穫物の蓄積が可能になり、経済的不平等が生じ始めた。 2017年に科学雑誌、ネイチャーに投稿された論文によると、約1万千年前以降の世界各地にある約60の文明について遺跡の住居面積を比較したところ、馬など飼いならしたユーラシア大陸などでは格差が広がり続けたのに対して家畜となる大型動物がいなかった。南北アメリカ大陸では2500年程度で格差拡大が止まったと分析されている。 その後も国家などの集団、権力の形成と支配、公益や商業、居住地の条件や技術進歩の違いなどにより、経済的不平等は継続、拡大した。貧しさや不平等への不満はしばしば、日本の一揆を含む民衆の反乱、革命の原因となった。このため異性者は民間の富を税などとして集める一方で、現代に至るまで、 経済的不平等が極端に拡大しないよう配慮を迫られてきた。経済的不平等が生じる原因は様々である。原因について、OECD レポートディバイデッドウィースタンド、ホワイニク・アラティキープスライジングの結論では、加盟22カ国においては、その成り行き任せや政策による影響によって、不豪と貧困の両極端化が強化される方向に進んでいると述べている。 最も大きな要因は、賃金の差である、ザ・シングルモーストインポータントドライバーハズ・ビー・イングレーター・イニクアラティンウイジェスサロリス。原因の多くは相互に関連性を持っている。経済的不平等の要素には、賃金、収入の大きな違い、熟練労働者は、頼り収入が多い、富の偏在、ウェルスコンセントレーション、労働市場、 進む的課税と税制の穴や、タックス平分、教育費の増大、ハイヤーエデュケーションバブル、コンピュータ化と技術革新、人種による不平等、男女差、縁故社会などが挙げられる。経済学者の伊藤治は、貧富の差を生み出す要因として、一生まれた時点での富、二素質、三運、四努力の四つを挙げている。伊藤は、努力が、富は生む。 努力の差が貧富の差という命題は間違いであり、富が本人に全て帰属しているという根拠はないと指摘している。経済学者の大竹文雄は所得の重要な部分を占める賃金の格差が生じる。主な原因は生産性の差である。個人間の生産性の差は生まれつきの才能、教育、努力、運が人によって異なるた生じると指摘している。 また大竹は努力水準が他人には観測できないため人々に努力を促す手段として人間格差が発生している。つまり人々にインセンティブをもたらす手段として人間格差が存在すると指摘している。経済的不平等が発生し定着する理由には個人的要素と社会的要素がある。大竹文雄は競争に対する態度の違いや 競争で実力を発揮できるかどうかは経済的な格差につながる。また、社会全体の生産性に影響を与える可能性が高いと指摘している。経済学者の田中秀臣は、非正規雇用は所得が不安定であり、その不安定さは様々な影響をもたらす。例えば両親が非正規雇用で所得が不安定であると、子供たちも、 同じように所得が不安定な一生を送る可能性があり、一部の実証研究はそのことを示唆していると指摘している。コロンビア大学のカリー教授によると、貧困家庭の子供が貧困となり、そのまた子供も貧困になるという貧困の連鎖の原因は遺伝ではなく、栄養状態が悪い妊婦が低体重児を出産、子供が育っても健康状態は悪い。 低所得低所得の親となり、また低体重児を出産という経路をたどるためであるとしている。大竹文雄はアメリカの研究によれば、親の所得階級による子供の数学の学力差は6歳の時点ですでに現れ、その学力差はその後も拡大を続けるとされている。ただし、就学前に教育を受けていた場合、学校教育による援助は、 大きな効果があると指摘している。現代の市場経済において、経済的不平等は、賃金が労働市場によって決定されることに起因するものが大多数である。他の原因としては、各業種について、需要と供給のバランスの不一致も、あが、これは少数である。現実の市場は、一般に効率的であると仮定するのは困難である。それは、 ほぼすべての市場に何かしらの不完全競争、情報の偏在、教育やスキルアップ機会の不平、その他々の不完全条件などが存在しているためである。そのため政府はこの市場の失敗を是正する大きな潜在的役割があるとされている。純粋な資本主義的生産形式、例えば専門機関や労働組合は労働者数を規制しない等では、労働者の所得は、 労働組合や労働者自身によってではなく、市場によって決定される。つまり、同一労働同一賃金が成立している状況では、労働は市場における技能スキルの価格であると、みなされており、それによって、価格の不平等が起こる。需要と供給の法則下において、労働スキルの価格は、技能労働者の需要と、技能労働者の供給の平行によって、決定されるのである。 これは一方で市場は富を集中させ環境コストを社会に押し付け労働者や消費者を乱用する。市場はそれ自身がたとえ平常安定状態であっても大きな不平等を導くことがあり広い視点では望まれない結果をもたらすと言われるゆえんである。雇用者は市場価格以下の賃金しか払えない場合彼のビジネスは慢性的に人員不足となる。 ビジネスで競合するプレイヤーはその状況を利用することで他より高い賃金を提示し労働者を引き抜けるという利点を持つ。利順を最も重視するビジネスプレイヤーにとって労働市場の価格よりも高額または低額な賃金を提案をすることは不合理な行為となってしまう。多数の労働者が長時間付きたがり供給が大きいかつ求人数が少ない。 需要が少ない業務では、その賃金は低下する。これは給職者間での競争が発生するためである。例えば皿洗いやカスタマーサービスなどの例がある。給職者間の競争が起こっている場合、その業務は労働者を使い捨てで用いるのが利的であるため、その業務賃金は低下していく傾向がある。その一方で、労働者数や給職者数が少ない、供給が少ないが、それに、 大きなニーズがある。需要が大きい業務は、その業種賃金は上昇していく。これは、給食において雇用者同士の競争が発生するためで、それにより賃金は上昇する。例えば高等スキルや気象技能や、高リスク業務などの例がある。雇用者間の競争がある業種は、その職に就く労働者が相対的に少数となるため、賃金が上昇する傾向がある。専門機関や、 労働団体はその職に就く労働者数を制限することで、需要を大きくし、構成員の賃金を上昇させる。また構成員は、団体交渉、政治活動、ストライキなどで賃金を上昇させることができる。こういった需要と供給の関係はその社会にて、所得レベルを広く分散させるために、経済的不平等と関連があるのは明らかである。しかし、 賃金の偏りだけでは、富の集中や1%の人たちが非常に高い所得を得ていることを説明できていない。市場を改良し、多くの市民の便益にかなうよう作り変えていかなければいないことは明らかである。他の原因は、所得税における累進課税率である。累進課税制度は、所得額が多いほど税率が上がるシステムである。累進課税において、 最高税率を課す所得レベルについて、そのレベルを上下させることは、その社会における不平等のレベルと直接的に影響するとされる。さらに急カーブの累進課税を課すことは、より収入のばらつきを補正する作用がある。課税前と課税後の時に指数の違いは、この累進課税の効果を示すインジケータとなる。これにより、米国における所得税率は OECD 平均となっている。 政治学者や経済学者の間では、富の不平等は税制によって改善するのか、悪化するのかには、議論がある。ポール・クルーグマン、ピーター・リチャード・オルザグ、エマニュエル・サイズなどの経済学者は、第二次大戦後の税制は裕福なアメリカ人労働者に対して、所得の少ないアメリカ人よりも、 より資本に対しての大きなアクセスを可能にしたことによって所得の差を大きくしたのは明らかであると主張している。自由貿易により経済的不平等のスケールはグローバルからドメスティックなものに拡散する。豊かな国が貧しい国と貿易を行うと市場作用の結果として豊かな国の単純労働者の賃金は下落し貧しい国の単純労働者の賃金は上昇する。 ポール・クルーグマンが自由貿易がアメリカの不平等に与えた影響を分析したところ貧しい国との貿易拡大と生産手段の分散が起こったことで単純労働職はどんどん貿易可能化となったが技術的イノベーションなどの理由で米国の不平等に対しての影響はマイナーなものであったとしている他の専門家ともこれと見解を同じくしておりローレンス・キャッツは貿易の影響は 収入不平等を5から15%増加させたに過ぎないと分析している。しかしいくらかの経済学者はこの因果関係に反論しており、特にロバート・ローレンスは技術的イノベーションと自動化によって豊かな国の単純労働者が機械に置き換えつつあるため、もはや豊かな国では単純労働の製造行員は貧しい国との競争によって多くを必要としないと主張している。 多くの国々では、労働市場で男性が好まれるため、男女の賃金差が存在する。例えばアメリカのフルタイム労働者では、女性は男性より平均して77%の給与であった。この格差は様々な要因によるものである。平均として女性は男性よりも給食時に給与以外の要素をする傾向があり、また旅行や配置転換を希望する傾向は、 低いとされる。トーマス・ソーウェルは、著書、ノーレジアンド・ディシジアンスの中で、この差は、女性が、結婚や、妊娠のために仕事に就けないことで生じたという説に、対し、収入に関する研究ではその差を説明することは、できなかったとしている。男性は、女性より、高額な収入を得やすい危険度の高い仕事に就く、傾向があるとされる。米国国勢調査では、 収入格差について、when, we account for difference between male and female, work patterns as well as other key factors, women earned, on average, 80% of what men earned in 2000 even after, accounting for key factors that affect earnings, our model could not explain all of the differences in earnings between men and women, と報告している。 その他の国では収入格差はボツワナの53%からバーレーンのマイナス40%まで様々であった。アメリカでは未婚または子供のいない男女を比較したところ女性の方が男性より収入を得ている。さらにパートタイムで働く女性はパートタイムで働く男性より平均収入が高い。男女不平等と差別は 社会全体に貧困と脆弱性をもたらしているとの主張がある。家庭と家庭でもたららされる知識、財産はその個人に対して家庭外で生活するための機会や脅威に対しての対応能力などの中心を形作っているとされる。高い教育レベルと社会適応能力は家族全員の生産性を向上させ、それにより社会全体の財を向上させる。 ジェンダー平等度指数というツールによって、この要素が貧困に対して及ぼす影響を説明しようという試みがある。2013年2月、アメリカのブランデアイス大学の研究によって、アメリカ国内の白人、黒人の資産格差は、過去25年間で3倍近くに拡大したことが明らかとなっている。2009年の時点で、白人世帯、黒人世帯の資産の中央値は、 それぞれ二十六万五千ドル、約二千四百四十万円と二万八千五百ドル、約二百六十万円となり、その差は二十三万六千五百ドルと九百八十四年の八万五千ドルに比べて三倍近くまでに拡大している。経済学者のロバート・エイチ・フランクは、アジア諸国の所得水準は、欧米と比較すると低いが、人口密度が高いため地下は、 より高くなる傾向にあると指摘している。OECD は人口700万人までは冬を意味するが、それ以上では大都市圏の規模と所得は負の相関関係になると報告している。発生した経済的不平等は相続により親から子に受け継がれることで固定化されることがある。格差が固定化されている場合、階級と呼ばれる。また人間関係や 職務上のノウハウのような無形の財産も親から子に受け継がれ、経済的不平等が定着する原因となっている。ケネスロゴフは、富裕層と貧困層との格差拡大は、急速な経済成長の負の側面として避けられない、事実である。こうした、所得格差を国の政策で解決することは容易ではない。富裕層に税金を課すと言っても限界がある。 技術とグローバリゼーションの急激な進展は、高熟練労働者に有利に働き、所得と富の不平等は、過去最高水準にまで拡大している。所得の不平等は国を問わず、社会の安定を揺るがす最大の脅威であることに、疑問の余地はない。ただし、市場はうまく機能すれば、最終的に、社会安定化の役割を果たすと指摘している。経済学者の岩田貴子は、 経済成長率が上昇する過程では、中所得者以上の人の所得は、低所得者以上に高まる、可能性があると指摘している。経済学者の飯田康之は、公共、人手不足状態であれば、格差、貧困は深刻な規模にはなり得ないと指摘している。飯田は、経済成長すると、初期段階では、不平等度は上がってしまうが、頂点を迎えて下がり、平等になっていく。 例えば、日本の明治時代では成長するに従って、資本家が現れ、どんどん不平等になっていった。しかし資本家によって企業が増えると、労働者が不足してゆく、労働者に権利が強くなって、不平等度が下がった。経済成長は労働者の発言力を強める。発言力の強化の中で、経済成長の果実を再配分政策の見直しに割りふれること。 社会保障の拡充を図ることができると指摘している。一部のオーストリア学派経済学者は、その国の金融政策に起因する高インフレーションは、経済的不平等につながるという理論を主張している。学説によると、マネースサプライによるインフレは、すでに収益能力を持っている立場の人物にとっては有利であるが、貯蓄などによる固定収入で生活している立場にとっては不利となる。 不利な尺度であり、これは不平等を悪化させるという。彼らはインフレと不平等との相関関係を調査し、インフレは紙幣の印刷とは独立して発生するとして、インフレと不平等の因果関係を論じている。一方で、経済学者の高橋洋一は、マイルドなインフレで、経済が成長すれば格差は縮小すると指摘している。森永拓郎は、 デフレーションが少数の強者と大多数の弱者の経済格差を拡大させると指摘している。大竹文雄は名目賃金が下がるということの衝撃は大きく、労働者間の格差拡大感を実態以上に強くする可能性が高い。これが日本の1990年代末以降、人々に格差拡大を実感させた原因の一つであると指摘している。 既得権益の固定化経済的政治的地位的正徳的実力はそれらの権益が経済的流動性を低めるため不平等を増加させる経済的不平等を少なくすることは近代における政策のメインテーマとなっている経済的不平等を是正する方法についてはの二通りの方向性が考えられる 経済的不平等の程度を減らすものとして、富の再分配理論がある。経済学において、伝統的な古典派経済学では、パレート効率に代表されるような社会全体としての効率化に焦点が当てられていたが、現実世界における経済的不平等の拡大を受けて分配に留意した、公正経済学が一つの大きな分野となっている。左派勢力が強固な国々では、 不平等のレベルは低くなるとされる。経済的不平等の要素にはいろいろあるが、それは政府に起因するもの、市場に起因するものの2種類に分類することができる。それぞれのアプローチに対しての長所と効果については今日の議論の対象である。政府による経済的不平等緩和法の典型例を以下に挙げる。これらの方法は大抵不平等を是正することができるが、 しかし時には経済的不平等を加速させることがある。ソ連ではこれらの政府利権の分配は特権階級により牛耳られていた。政治科学者は、米国では1970年以降、富裕層の組織により運営される公共政策は徐々に経済的平等性を侵食してきていると主張している。政府によらない市場原理による経済的不平等の是正法には、 以下がある。大竹文雄は、運、不運による所得格差を小さくさせるものは、民間の保険、家族の助け合い、そして税、社会保障による再配分制度である。民間の保険、家族の助け合いが機能しなくなった場合、政府による所得再配分、雇用創出が不可欠となると指摘している。イギリスの研究者とは、収入格差の大きい国では、 健康と社会の問題、肥満、精神疾患、殺人、10代の出産、習慣、子供の喧嘩、薬物乱用の割合が高く、社会的財、平均寿命、教育レベル、他人同士の信頼、女性の地位、社会的流動性、特許発行数のレベルが低いことを発見した。彼らは23の先進国と50の米国州を対象とした統計において、 健康と社会の問題は、日本とフィンランド、アメリカでは、ユタ州とニューハンプシャー州といった世帯収入差の小さい州、国においては、アメリカやイギリス、またミシシッピ州やニューヨーク州などの世帯収入の大きい州、国と比べて問題が小さいことを発見した。所得の格差が大きくなることは、強盗、恐喝、窃盗、 詐欺などの財産犯の便益を増加させる。2015年の世界経済フォーラムにおいて、賃金カットや労働組合の弱体化などの構造改革は、長期不況に陥るリスクを高めるという結論が得られた。所得格差は長期経済停滞の原因であり、これに対処すべきとの結論も得られている。上記のように経済的不平等は、経済それ自体だけでなく、 政治や社会全般に大きな影響を与えるため、諸分野の学問やジャーナリズムの探求対象になっている。フランスのパリ経済学校には、この問題を専門とする世界不平等研究所が設けられている。暴力等の手段で優位にある者が劣位にある者から富を収奪することがある。この状態が状態化すると、経済的不平等は拡大していく。 軍事力をバックにした先制君主制などが社会的収奪の例である。マルクス主義的共産主義によれば資本家は労働者から富を収奪しているということになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。